こんにちは、ゆきです。今日はね、ゲームなんですけども、こちらはですね、11月の5日にね、発売したものなんですけども、いやー、やっと取りてきたよ。何を出たかというと、買ってきたかというと、こちらですね、じゃじゃーん。はい、3DS のソフトですね。ディズニーマジックキャッスルマイハッピーライフ2、こちらを買ってきました。いやー、やっと買ってきました、イエーイ。あのね、なかなか取りてなくて、僕ね、この間11月の16日に病院だったんですよ。で、病院でその帰りにね、寄って買ってきました。僕はね、ヤマダ電機で予約していたんで、ヤマダ電機寄って買ってきましたね。はい、裏こんな感じです。でね、なんか先に言っとくと、今回あれなんですよね、ショップ別のオリジナル特典として、結構いろんなお店で特典がついてるみたいですね。うん、僕が買った、ちなみに山田電機さんとかだと、なんだっけ、プーさんかな、そう、プーさんのトートバッグ、ゲーム内で使えるプーさんのトートバッグのプロダクトコードじゃなかったかな、QR コードか、 QR コードがなんかもらえると、まあなんか数に限るあるんだと思うんですけども、予約をしてたのでね、プーさんのトートバッグの QR コードももらいました。はい。で、あとは初回封入特典として、ゲーム内で使えるアナと雪の女王のアナとエルサとオラフの衣装かな、衣装アイテム3種がもらえるよっていうプロダクトコードですね。それもなんか初回特典として入ってます、こちらね。はい。あとは、なんだっけ、ちょっと待って、確かこれ2作目じゃないですか。1作目で、前作ディズニーマジックキャッスルマイハッピーライフのセーブをお持ちの方は、なんか2つぐらいかな、引き継ぎ特典っていうのかな、引き継ぎ特典としてなんかもらえるみたいですね、セーブデータを、前回のセーブデータ持ってる方は。はい、まあそのぐらいかな。まあね、早速やって、開けてみたいと思います。もうね、ディズニー大好き、ここにもね、プーさんいますけどね、スタンバりました、今日は。プーさんにこう持たせてね、出たプーって言ってもよかったんだけど、まあまあまあ、ちょっと、ね、持たせられなかったからね。開きます。はい。いやね、前作もね、買おうと思ってて、なかなか買えなくてね、結局買わなかったっていうね。だから今からでも遅くないから、前作からやろうかなとかね。でも2あるとやっぱり、固定やりたくなっちゃうじゃないですか。前作だから、いいかなとかね、気が向いたらどうしようかなとかと思うけどね。まあいいや。お、取れました。あ、取れてなかったね、開けづらさ。はい、取れました。開けます。ちょっと中だけチェックしますね。中からプロダクトコードが出ちゃったらやばいからね。大丈夫だったね。はい、チャラリラリー、中こんな感じです。あ、こう、わー、こっちソフトですね。ソフトの裏にもね、ちゃんとディズニーキャラクターいるよ、ほらね。リバーシブルになってんのかな、ね、わかんないけどね。まずね、入ってたものがこちらですね。じゃじゃーん。なんかゲームセンターで続々登場って書いてあるね。あとはセブンイレブン店頭にてって書いてあるから、これ何、これ一番くじのなんか種類の何かですね、の紙と、あとはこれね、プロダクトコードですね。衣装3つの衣装が、ダウンロードできるプロダクトコードが1個と、あとは何だろう、これ操作方法、簡単な操作方法が書いてある紙。まあ詳しいことは多分またいつもの通りに電子説明書を見てくださいでしょうね。
だと思いますね。はい、この3つが入ってました。でね、中はよいしょ、これ見て、ここさっきさ、どかしたじゃないですか。プロダクトコードとか、こう、あの紙が入ってた場所で、ね、プロダクトコードとか入ってた場所、そこにもね、ちゃんとキャラクターいるんですよ。これやっぱりリバーシブルなのかな。今から楽しみ、すごい。うん、はい、今日はですね、やっと取り入ってきた11月5日に発売した、3DS のソフトですね、ディズニーマジックキャッスルマイハッピーライフ2、こちらをね買ってきました。まあね、こちらなんかあのディズニーキャラクター120人以上とかね、あとはあのなんか今あれなんでしょ、あのセブンイレブンさんとかでもコラボしてるみたいですね。なんか 3DS ソフト入れて 3DS を持ってって、なんかセブンイレブンでそのまあ全部のセブンイレブンじゃないんだけど、セブンなんとかスポットっていう、うん、ところでまあ立ち上げてやると、なんかアイテムみたいな、限定アイテムみたいなのがもらえるとかね、うん、そういうのも今あるみたいですね。はい、まあね、そういうのも楽しみだよね。うん、まあね、ちょこちょことやってみたいなと思います。はい、まあね、今まだやってるゲームもあるからね、でもな、すぐやりたいよね。うん、まあ、あのどっかでやっていきたいと思います。はい、楽しみです。気になる方はですね、下の方にですねリンクの方も貼っときますので、ぜひぜひチェックしてみてください。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。それでは楽しみたいと思います。シャバダバイディズニー。